どうも斉藤紳士でございます。さあ、今日から始まります近代文学紹介シリーズということでね、まあ、いつもやっておりました芥川賞受賞作紹介シリーズのような形でですね、近代文学をね、ちょっと紹介していこうという企画でございます。はい、今日ちょっとメガネで申し訳ないですけれどもね、そんなことはどうでもいいので早速いきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら、梶井元次郎のレモンでございます。はいね、この黄色い表紙が非常に印象的なんですけれども、レモンね、まあ知らない人はあんまりいないんじゃないかなというね、まあ内容は知らなくても梶井元次郎のレモンは知ってる。じゃあ梶井元次郎の他の作品はっていうとあんま出てこないと思うんですよね、なぜなんのかね、そこら辺もちょっと含めて、説明したいと思いますけど、まずレモン、梶井元次郎さんはですね、1901年から1932年、あれと、そう、わずか31年の生涯なんですね、非常に病弱な方でございました。もう体が弱いんですね、で、まあ、子供の頃からですね、最初はエンジニアを目指しておりました。で、理系だったんですね、非常に、理系の青年だったんですけれども、高校時代から文学に傾倒いたします。はい、そして1924年にですね、同人誌青空、というので活動するんですけれども、肺結核、はい、もうね、肺結核なんて昔は、非常に、まあ、重病の一つだったのでね、肺結核が悪化し、卒業ができません。うん、で、療養のために訪れたですね、伊豆の、まあ、湯ヶ島温泉というですね、温泉で、川端康成、親しくなりですね、創作を続けるんですけれども、初めての創作集、これがレモンです。はい、初めての創作集レモンを刊行した翌年に亡くなっております。つまり、まあ、刊行したものといえばこのレモン、まあ、レモンの中にはいくつか短編が入ってるんですけれども、まあ一つの形として残しているものはこの創作集レモン、ただ一つだけという作家でございます。非常に若くして亡くなったんですけれども、とても天才的な人だった。この人がもうちょっとね、長く人生を歩んで作品を残していたならば、もっとすごい作品を書いていたのではないかと思わせるような方でございます。はい、得体の知れない不吉な赤たまりが私の心を始終押さえつけていたという文章から始まります。はい、私はその頃みすぼらしくて美しいものに強く引きつけられていたということなんですね。まあ正直ですね、まあご本人のお話なのかなと、自伝的な内容で非常にですね、こう悶々としております。つまり文学者として地位があるわけでもないけれども、文学の道に進みたい、そしてお金があるのかと言われたら決してお金がある状況ではない、そして体が弱い、ね、非常に負のこうね、連鎖というか負の中にまさにいますみたいなね、この状況私非常によくわかります。私自身もそういう経験ありますし、なんなら今もそうなので、非常に読んでいてうわわかるわと思う描写がたくさん出てきます。はい、で、まずこの主人公、そういう状況の中でですね、壊れかかった街、汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタがこうそこら辺にポロンとあったりとかね、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが非常に好きなんです。この気持ちもわかります。はい、なんか寂れたところに行ってちょっと心が落ち着く、何なんでしょうか、俺みたいな寂れたやつが似合うのはこういう街だぜみたいな、深層心理があるのかもわからないですけれどもね。はい、で、私はそんな道を歩きながらですね、そこが京都ではなくて、そうなんです、ここ京都なんです。主人公がいるのは京都でございます。はい、なんですけども、そういう道を歩きながら、ここは京都ではなくてですね、仙台とか長崎とか、そんな町に自分が来ているのだという錯覚を起こそうとするんです。まあ、今とは違う時代ですからね、遠くに思いを馳せて、よくあまり知らないけれども、行ったこともない、映像なんかもちろんない時代ですから、映像も見たことはないけれども、なんか行ってみたいな、本とかでとか話とかで聞いて、仙台とかこういう街らしいな、いいな、行きたいなと思って空想を巡らして歩いているという状況でございます。はい、つまり現実と錯覚が融合してですね、こう現実の私を見失うのを楽しんでいた、これもちょっとわかるんですね。僕も小さい頃からよくありました。僕これ現実で今いる自分って本当の自分じゃないよね、
本当の自分はいたよね他にみたいな感じでこう自分の中で遊ぶみたいなねことをよくやっておりました。はい、非常にね分かるところがあるんですよね。はい、あと花火とかビードロとかですね、軟禁玉ですかね、が好きになった、というようなことがございます。はい、で、生活が蝕まれる前、まあ普通の生活をしてた頃があるんですね。その頃私が好きだった場所っていうのは丸善、はい、京都の丸善でございます。河原町にある丸善、今もあるそうです。はい、あるそうですというか私行ったことあると思うんですけれども、あまり意識せず行ってたんですけれども、香水の瓶やオーデコロンね、もういろんなものが置かれていた。そうなんです、別に丸善、今ね丸善純駆動なんていうと本屋さんだけみたいな感じですけども、まあ言ってしまえば百貨店のようなところでいろんなものが置いてあったというようなところですね。で、私は今現在お金がない、そうです、お金がないんです。織田裕二以来のお金がないですね。東幹久、財前直美以来のお金がない、と思ってください。はい、で家もないんです。非常に貧乏です。はい、で友人の家を転々としてたんですね。で、京都の二条のですね方の寺町に私が好きな果物屋があったんですね。で、なんともこの果物屋の佇まいがいいと、ね、色彩がいいと、で特にですね夜になると美しいと、ちょっとこう暗がりのね、で店の前にひさしってあるじゃないですか、上のこうね帽子のつばのようなひさしがぐっと伸びていてですね、より暗くなっているところがいいというようなね、描写がございます。裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だった。まあその日ですね、私は珍しくそこで物を買います。はい、普段買わないんですよね、買わずに中をこう見るだけとかね、その話も出てきます。丸善とかに行っても買わない、何も買わずにただ見るだけ、もうそういうの僕もやるんです。電気屋行ってね、ああこんなのを買える生活になったらいいなと思って、何も買わず出るみたいなね、非常になんかこう身につまされるような、描写がたくさんございます。はい、でもね、その果物屋で珍しく物を買います。それがレモンでございます。はい、レモンがですね非常に綺麗にあるんですね。こうメロンイエローのですねエグをチューブから絞り出したような鮮やかな黄色、そしてですね防水系のあの形もとても美しいと。それを一つ買いですね、長い間街を歩いていたんです、ファーッとね。でまたそのレモンの描写も非常に丁寧に、美しく、描いております。そして私を抑えていた不吉な塊ね、最初に言いましたね、これをですね、もうそれをレモンを握った瞬間からちょっと和らいだような感じがしたと。はい、それにしても心というやつはなんという不思議なやつだろうという、ここでねいい文章が入ってきます。はい、まあ後で言いますけれど、で、まあ私はですね、肺を悪くしていて、いつも体がこう熱っぽかったので、そのねレモンの冷たさっていうのも非常に心地よかったと。はい、レモンの匂いを嗅ぎですね、産地のカリフォルニアを想像したりするんですね。あ、カリフォルニアよ、まあもちろん映像見たことないんですけど、でそして重さですよね、この重さ、すべてのいいもの、美しいものの総量ではないのかなと思ったりするわけです。はい、つまりここまで来て何が言いたいかと言いますとですね、レモン1個に対して重さ、匂い、色、ね、冷たさ、温度、もうそういうものすべてをこの短い小説の中にギュッと、まさにレモンを絞るようにギュッと詰め込んでいる、この文章の潤沢な、感じっていうのが非常にこの人の魅力なんではないかなというふうに思います。はい、そして丸善に入っていきまして、レモンを持ったままですね、本を積み上げているところにですねレモンをポンと置くんですね。で、そしてそれはなかなか上出来ではないかというふうに思うんですね。そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は埃っぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。そしてですね、そのレモンを置いて外に出ます。これが爆弾だったらどんなに面白いことだろうというふうに主人公は思って、ラストの一文です。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸善も木っ端みじんだろう。そして私は活動写真の看板画が奇怪な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。
名作でございます。はい、非常に短いお話なんですけれども、レモンというタイトル、そしてレモンというタイトルしかないですよね、このお話はね。ただレモンを買いました、果物屋さんで、そして丸善に行ってレモンをポンと置きましたっていうだけのお話なんですけれども、もうこのレモン一つの描写をとってみても非常に、豊かなね、表現で表しているので、なぜかわからないですけど、頭の中にですね、モノクロの丸善の本棚にポツンと綺麗な真っ黄色のですね、メロンイエローがもう光を放つように輝いているレモンが置かれている絵というのがパッとね、脳裏に浮かぶような描写でですね、書かれております。はい、なんだ、ただレモンを置いただけの話じゃないか、ふざけるんじゃない、どこが名作なんだというふうに思われる方は、ちょっと文学っていうものを一から見直した方がいいかもわからないというね、これね、他にもたくさん、入っておりますお話が、非常に。で、梶山元次郎さん、本当に残念ですよね。この人がもうちょっと生きていたら、もう文豪と呼ばれていただろうし、下手したらですね、夏目漱石と比肩するぐらいの素晴らしい、文豪として名を残していたのかもしれないなというふうに思います。もうこの人のね、レモンというこの作品は風化してはいけないなと思いましたので、近代文学紹介シリーズの1回目に、選ばせていただきました。はい、というわけで今日ご紹介したのはですね、梶山元次郎のレモンでございました。どうもありがとうございました。